どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL JGC 修行シリーズとうとう最後となるこのタグが届きました。いやー、やっとねタグが到着しましたので、今回の動画ではですね、この JGC のタグの開封と、一応ね私 ANA のダイヤモンドとかもね持ってますんで、ちょっとタグの比較なんかもねやっていきたいななんていうふうに思いますので、まあ、気になる方ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速ね開封していきたいなと思うんですけども、2022年の JAL の、ノベルティに関しては、このバゲージタグのプレゼント、これはね JGC 入会時にもらえるっていう風になりますんで、まあ、JGC ね申し込まれたら自動的に送られてくる感じですね。でもう一つね、 JAL オリジナルダイアリーのお届けということで、こちらはですね2022年度版をもって終了いたしましたということで、 JAL に関してはこちらですねのみ送られてくる感じになります。まあ株主とか持ってたらちょっとまた変わるのかもしれないですけども、 JGC のねノベルティに関してはこれだけっていった形になります。ということで開けていきましょう。では開けます。いきますよ。私はまだ中を見ておりません。じゃ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 ん。はい、こんな感じです。おー、まず JAL グローバルクラブのご案内ということで、また案内冊子が入ってるんですね。はい、こちらはまあ前々回とぐらいにね詳細ね、お話ししましたので、今回ね、まあ、割愛させていただきますけど、まあ同じようなね話が載ってるんだと思います。はい、ボーナスマイルだったり、キャンセル優先だったり、全席指定サービスだったりね、はい、こういったものがね入っております。まあ、今回いただけたのはこちらですね。はい、タグということで、ここもね、書いてあります。オリジナルバゲージタグをプレゼントということで、革製のバゲージタグがいただけますということで、革製なんですね。いや、非常に楽しみということで開けていきましょう。はい、中はこんな感じのケースになっております。白いケースが入ってますね。はい、では開けましょう。結構ちゃんと作られてる感じですね。よいしょ。こんな感じの、おー、これもね JAL グローバルクラブのマークがちゃんとあるんですね。いやー、いい、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、で裏にはね、あ、これお客様番号か、名前がねちゃんと後ろにね、Y 平井っていう感じで、ね、入っております。ちょっとお客様番号入ってるんでちょっとお見せできませんけど、こんな感じになっております。ということで開けましょう。開けます。よいしょ。はい、開けました。よいしょ。はい、向き合ってます。あ、合ってる。こんな感じになっております。この方がいいか。はい、こんな感じになります。いかがでしょうか。ちょっと手に取ってみましょう。あ、めちゃめちゃいいあ、すごい重厚感めちゃくちゃあるんですね。はい、こんな感じになっております。向き的にはこうかな。はい、いや結構しっかりしてますねこれ。すごい、こんな感じになってます。で名前はね後ろに入ってると。はい、裏はこんな感じになっておりまして、いいですね。はい、名前もちゃんと入ってて、 JAL の名前もね入ってて、いかがでしょうか。いやー、めちゃくちゃいいですね。おー、すごい、やっとこれで本当に修行全部完了っていう感じですよね。いやー、やっぱりこのタグがもらえるっていうのね、またいいですよね。はい、好きな方も結構いらっしゃると思うんですけども、いやー、いい、いやー、結構ちゃんとした作りなんですね。いや、驚きです。はい、まあこれね知ってる方多いと思うんですけども、スーパーフライズカード、 ANA のね、ANA のスーパーフライズカードにも、まあ、SFC 達成するとねタグが来て、まあ、その時もめちゃくちゃ嬉しかったんですけども、ちょっとね SFC のタグって JGC のタグに比べるとちょっとね、まあ、悪い言い方してしまうとちょっと安っぽいんですよね。はい、そういうのがあるんで、まあ、今回ね JGC とまあいうことで SFC とね同じ感じなんで、まあそのぐらいのクオリティかななんていうふうに思ってたんですけども、みんなね言うのはこの JAL のねこっちのタグの方がいいですよっていう、ね、話を結構いただいておりまして、楽しみにしてたわけなんですけども、めちゃくちゃいいですね。うん、これはいいです。ちょっとスーツケースに次つけていきましょうかね。ちょっと次ね JAL で
行く予定がありますんでね、はい、せっかくなんでつけていきたいと思います。もうねつけていかないと、ね、綺麗に撮っておきたい気持ちはあるんですけど、なんかつけていかないとそれはそれでなんかもったいない気もしますんで、ちょっとこれからつけていこうかなという感じで、で比較していきましょう。これがねちょっとこっちカチャカチャ、これが JGC のタグで、これが SFC のタグです。はい、 SFC のタグどうでしょうか。結構小さいんですよ SFC のタグって。で中にねなんかアルミから、まあ、金属っぽいねプレートで、まあ、SFC のねマークが入っているこの NA のSFC のタグなんですけども、大きさもね結構小さいんですよ。ちょっと比べていきましょう。はい、こんな感じだいぶ違いますよね。はい、こんな感じでだいぶ違いますよね、サイズも。うん、こんな感じでだいぶ違う。で厚さとかもね全然違うんですよ。この厚さとかもねちょっとピントが合わなくて申し訳ないんだけど、こうすればいいのか、わかります？ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このね SFC のタグって本当にペラペラなんですよね。はい、すごいペラペラとか言っちゃいけないかもしれないけど、はい、結構薄くてねやわい感じなんですけど、この JGC のタグはね本当にこのぐらい分厚くて、厚さも結構しっかりしてるんでね、いや非常に高級感があってねいいですね。うん、これは嬉しい。うん、なんか SFC の時にもらってすごいテンション上がって、わあ嬉しいと思ったんですけど、ちょっと開けてみてあれ思ったより薄いなみたいな感じに思った方もね結構いらっしゃると思うんですけど、この JAL の方はねこれは思わないですね。はい、大きいですしね、また結構大きいですよね。ちょっとクレジットカードと比べてみますか。先日解約したアメプラ、こんな感じです。結構大きいですよね。こんな感じになってるんですよ。いやーいいですね。うん、これはいい。はい、ということで一応ダイヤモンドタグとも比べておきましょうか。2022年のダイヤモンドタグ、あ、全然ダイヤモンドタグはねやっぱり高級感あるんですけど、この JGC のタグって本当に大きいですね。うん、本当に大きい。いや、このぐらいの大きさでもねいいと思います。存在感はねあってなんぼだと思うんで、まあ、でかすぎるのもちょっとあれですけども、これぐらいがいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じになっております。ですんで、まあ ANA のねダイヤモンドタグもね非常になんかずっしりしててねいいんですけども、この JGC のタグもねいいですね。いやーいいはい、ということで今回ね、開封させていただきましたけども、こんな感じになってるんですね。いや、やっとねこれをもらえて、無事ね JGC 修行完了した感じになりますね。はい、ということで、今回ね JGC のタグ届きましたんで開封させていただいたんですけども、またね ANA からこれもダイアリーかな、卓上カレンダーが、ANA の方は卓上カレンダーどうだったかな、私たちがね断ったんですよね。このダイアリーだけね、はい、届きましたんで、これも卓上カレンダー多分入ってるんですよね。はい、手帳と一緒に。ですんで、片方のやつだけ、断ったんですよ。だから ANA のダイヤモンドのやつを断ったのかな。はい、ですのでこれに多分ねカレンダーは入っていると思いますので、これも一応開けていきましょう。ちょっとね届いてからこれは結構経ってます。どっかの動画で紹介したいなと思ったんですけども、今回ちょうどいいんでねこっちも開封していきましょう。こちらはね ANA マイレージクラブセンターからね、こんな感じの届いてると思います。結構前に対象者の方、多分これ、ダイヤモンド特典だと思うんですけど、どっちかね断ったんですよ。あ、こっちはスーパーフライヤーズの方かな。はい、ちょっとね確認しました。私はねダイヤの、ダイアリー送付不要をね頼みましたんで、それを断ってるんで、私が着てるのはダイヤモンドの、卓上メモカレンダーですね。はい、多分そうだと思います。それと、もう一個がこちらが、手帳ですね。よいしょ、こういったね、まあこれは多分毎年一緒なんじゃないかな、違うのかな、あ、今年はもしかしたら違うかも。ポール・ストラートコラボレーションって書いてある。あ、なんかちょっと違いそう。はい、こんな感じの。ああ、違いますね。あ、違う。先に見ちゃった。レフィールと一緒に頼んだんですけど。はい。見てください、この感じ。今までね、縁、青かったと思うんですけども、中はね、縁はね、なんて言うんだろう。黒で、ちょっと灰色みたいなね、糸で縫われておりますね。
はい、ちょっとね、あの動画でも分かりづらいと思うんですけども、こんな感じです。で、中はですね、ちょっと中のレフィルを取っちゃいましょうか。こんな感じの、いやー、これはいいですね。今までと全然違う。これね、私パスポートケースとかね、まあ、そういうのに使わせていただいてるんですけども、いや、いいですよね。ちゃんとね、 ANA スーパーフライヤーズカードってね、ここに、ね、入ってるんですよ。いや、いい。またあれですね、テイストが変わっていいですね。あー、かっこいいですね。ちょっと前のやつあったら出そうと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、ということで前のやつがありました。いや、縁のね、刺繍は青だと思ったら青じゃなかったですね。失礼しました。でもね、デザインはこんな感じになってまして、前のやつがこれね、はい、こんな感じのデザインです。で、中はね、こんな感じで、ここはね、 ANA の ANA ブルーっていう感じで入ってたんですけども、この時はまた違うやつとね、コラボレーションしてたやつなんですね。はい、で、今回のやつがこんな感じで、どうでしょうか。いやー、いいですね。ガラッと印象が変わって、こっちもかっこいいですね。この ANA ブルーもね、いいですけどね。はい、いや、いい、めちゃくちゃかっこいいですね、これ。はい、で、また手触りもちょっと違いますね。はい、手触りも、うん、なんかこっちの方が革っぽい感じでツルツルしてるんですけど、こっちはね、そんなにツルツルしてない感じ。まあ革は革だと思うんですけども、違う革なの。いや、手触りはね、結構いいです。なんか毎年一緒なんじゃないかみたいな感じで思ってたんですけども、やっぱり徐々に変わってるんですね。いや、いいな、これもちょっと使っていきたいなと思います。いや、いいですね、これもね、使うか使わないかね。はい、なんか取っといてもしょうがないんですけど、なんか使うとね、汚れちゃうんでね、また考えどころなんですけど、でもいいですね。はい、ちょっとパスポートケースにして使いたいと思います。はい、ということで今回ですね、 JAL グローバルクラブのね、タグがね、到着いたしましたということで、動画ね、撮らせていただきましたけども、いかがでしょうか。やはりね、あのタグね、届くとね、嬉しいですよね。そう思ってる方結構いらっしゃると思うんですけども、やっぱりなんかね、名前入りのこういったタグがね、もらえて、またね、 JAL の名前も入ってるっていうのはね、テンション上がりますよね。はい、ということで、今回ね、ちょっと ANA の部分結構長くなっちゃったと思うんですけども、こんな感じでね、終わりたいなと思います。まあ今回の動画はね、まあちょっと役には立たないと思いますけども、まあ JAL ね、GGC 収容ね、完了するとこんな感じでね、もらえますということで紹介させていただきました。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。